こんにちは、ヤンマです。今回は髪の毛の長髪の過程というシリーズに関しての、お知らせと、ご報告があります。はい、自分のチャンネル、まあ、特に自分がメインで、髪の毛を伸ばしますよっていう、まあ、過程ですね、まあ、長髪に至るまでの、過程を撮る動画をシリーズ化して投稿させていただいてたんですけども、それに関してなんですけど、そのシリーズを前回の動画をもちまして最終回とさせていただきたいなと思います。まだ髪の毛は、長いんですけども、髪の毛を切らないといけなくなってしまいました。それに関して、少し詳しくお話しさせていただきたいんですけども、自分が、今フリーターをやってまして、で、親に仕送りをいただいてます。で、アルバイトもしていなくて、でアルバイトをですね、つい最近、探し始めて、で、かなり、まあ、5社ぐらいかな落ちてしまいました。で髪の毛のせいっていうわけではなくて、まあ、自分の至らないところだったりとか、あとやっぱりマナーができてないところがやはりあるとは思って、でそこで落とされたとは思うんですけども、髪の毛が自由っていう条件にするだけで、かなり受けれるバイトが減ってしまいます。で、まあ、自分がやりたいような仕事とかも髪の毛の制限がありまして、で、やはりお金を稼ぐことに関してもっとちゃんと真剣に取り組まないといけないなと、思いまして、自分の今が年が22歳で、今年23なので、自分と同い年の人がみんな大学から卒業して、で次のステップにみんな友達が上がってってるのを、まあ、特に SNS を中心に最近見ることが多くて、で、まあ、それを見て特に焦りを、感じるようになりまして、まあ、本当にね、本当は海外に行ってたなんて言い訳でしかないので、もっと真剣に自分自身がこう稼ぎを出さないといけないなと思いまして、なので、働くために髪の毛を、まあ端的に言うと切らないといけなくなりました。で、なんかね、今のところまでちょっと暗い話だったんですけども、まあ髪の毛切ったからといって、まあファッションは上げれますし、他の動画も上げることはできるので、まあこのまんま、スタンスを変えず、可能な動画を出していけたらなと思っております。ただこの長髪の過程のために登録してくださってる方少なくないと思うので、本当に、申し訳ございません。本当になんか力になれずにすごい悔しいです。まあ、短い間だったんですけども、10ヶ月間、長髪の過程見ていただいた方、応援してくださった方、ありがとうございました。で、まあ、最後にですね、髪の毛を切る前にどんな感じでイメチェンするかっていうのをお見せしたかったので、髪の毛を長い状態で動画を撮ってます。なので、まあ、イメチェン動画をですね、楽しみにしてくださるとすごく嬉しいです。それを出そうと、近々思うので、そちらもよろしくお願いいたします。もっとね、こう長髪じゃないところで気合を入れていきたいと思うので頑張っていきます。では、ご視聴ありがとうございました。あと、これまで、長髪の過程ご視聴ありがとうございました。今後もよろしくお願いします。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。